今日のコメント、リコママさんもきっと美人なんでしょうね。登場楽しみね。確かにリコがあんなに可愛いんだったら絶対美人だよね。今日は春がったです。皆さんアリポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回は新シリーズの今後のタイトルが判明した件について話していこうと思います。では関係ないけど、ゴールデンウィークが終わりましたが、次の祝日は7月17日らしいです。だいぶ祝日なくてびっくりしました。まあ僕は休みとかないんですけどね。というわけで、こちら最後まで聞いててください。まさかの人物登場。新シリーズの今後のタイトルが判明した件について、今年の4月14日からアリポケ新シリーズが始まりましたね。もうちょっとね、始まってから1ヶ月ほど経とうとしているんですが、先ほどアニメ雑誌にて今後のアニポケのタイトルと内容が判明しましたので、皆様に共有したいと思います。まずは今週金曜日放送第6話、イニシエのモンスターボール。こちらについてはすでに予告が出ているのと、あらすじについてもこちらの動画で話しましたので省略しますね。次は5月19日、タイトルは特訓キャプテンピカチュウ。あらすじはこちら、空の旅を続けるライジングボルテッカーズ、リコとロイはポケモンバトルで強くなるためにキャプテンピカチュウの特訓を受けることに。圧倒的な実力を持つキャップの前にニャオハとホゲータは全く歯が立たない。しかしキャップの特訓を通じてリコはあることに気づく。というわけで、まだまだ初心者トレーナーのリコとロイのニャオハとホゲータをキャプテンピカチュウが特訓するんですね。なんかポケモンがポケモンを特訓するって珍しいですよね。キャップはかなり強そうなので、ここでニャオハとホゲータがどれだけ強くなるのか楽しみです。次は5月26日、タイトルは開かずの扉の秘密。あらすじはこちら、ライジングボルテッカーズの飛行船では食料が突っかけていた。誰かがつまみ食いでもしているのかもしれない。仕方なく食料補給のために手分けして買い出しをすることになったメンバーたち。一方留守番になったリコはテキパキと洗濯や掃除の任務を終了。ロイから聞いたとっておきの秘密を覗いてみることにする。というわけで、この回はライジングボルテッカーズの何かしらの秘密を知る重要な回になるのかな、それとも日常回なのかな。あらすじを見た感じちょっとわかりませんが、気になる回ですね。次は6月2日、タイトルはパルレア到着。あらすじはこちら、リコの家であるパルレア地方に到着したライジングボルテッカーズ。リコはフリーのロイと共に父親アレックスの出迎えを受ける。久しぶりの我が家でくつろごうとしたリコだが、思いかけずこれからずっと家にいてほしいというアレックスの本音を聞いてしまう。始まったばかりのリコの冒険はここで終わってしまうのか。というわけで、いよいよライジングボルテッカーズはパルレアに到着するんですね。あらすじにはリコの父と書いてありますが、フリードがこの前リコのお母さんの元へ向かうと言っていたので、リコのお母さんもきっと登場すると予想されます。この回は初めてパルリア地方に訪れるので注目の回ですね。てか長らくあったリコサトシの娘説、これでほぼなくなりましたね。まあでもそうだよな。そして次は6月9日、タイトルはネボとコルサと。あらすじはこちら、アレックスの導きでリコとロイはボールダウンのジムリーダーコルサの元に訪れる。しかしコルサのジムは閉鎖中だった。コルサに会うことができず途方に暮れていた2人の前に現れたのはチャンピオンランクのトレーナーネモ。彼女に連れられて向かった先にはコルサのアトリエがあった。ということで、まさかのネモが登場します。ゲームをやった方はわかると思うんですが、あの戦闘狂のネモが出てくるということでかなり楽しみです。そこでジムのことを知ったリコとロイがバトルの道へ進むのかというのも注目ポイントだと思います。あと新キャラがアニメに登場ということで、パルディア地方の新キャラの声優さんもすごく気になりますよね。今後細かい考察動画も投稿していくのでお楽しみに。みんなはこの新しいタイトルを見てどの回が一番楽しみですか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで新シリーズの今後のタイトルが判明した件についてでした。ちょっとボールしたチャンネル登録や視聴ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。